オブザーバーパターンとは、プログラム内のオブジェクトのイベントを他のオブジェクトへ通知する処理で使われるデザインパターンの一種。通知するオブジェクト側が通知されるオブジェクト側に観察される形になることからこう呼ばれる。出版から高読型モデルとも呼ばれる。暗目的呼び出しの原則と関係が深い分散イベント処理システムの実装にも使われる。言語によっては、 このパターンで扱われる問題は言語が持つイベント処理構文で処理される。このパターンの基本はイベントを通知される側の一つ以上のオブジェクトを通知する側のオブジェクトに登録することである。そして通知関数が抽象メソッドになっていることが重要である。以下にその構造をルクラス図で視覚化したものを示す。このパターンに登場する核。 インターフェースメソッドインターフェースの実装クラスを以下で解説する。イベントを通知するオブジェクト側のインターフェース。一つ以上のオブザーバーの登録、削除、通知の関数書式の定罪を提供する。以下の抽象メソッドを持つ上のんるクラス図では、サブジェクトがインターフェースと実装クラスに分かれているが、パターン要件でない。インターフェースを使わずクラスを直接実装することも、ある。 サブジェクトの実装クラス、通知対象である、オブザーバー群を持つ、各オブザーバーが受け取る通知に関する処理を司る、ノータファイアブザーバースを呼ぶと、オブザーバー群の一つ以上にイベントを通知する、イベントを通知される側のインターフェース、以下の抽象メソッドを持つ、オブザーバーの実装クラス、オブザーバーパターンは、モデルビューコントローラーパラダイムの実装に使われる、ことも多い。 MVC では、モデルとビューの連携にオブザーバーパターンが使われる。通常、コントローラーがモデルの変化を検出し、ビューに通知する。以下の疑似コードは、Python 風文法で、オブザーバーパターンを記述したものである。クラスリスナー、definit、selfname、イコール name、subject、register、defupdate、print selfname、リシベドイベント、イベント、 クラスサブジェクト、デフイニット、セルフリスナーズイコール、デフレジスター、セルフリスナーズアペンド、デフアンレジスター、セルフリスナーズリムーブ、デフノータファイリスナーズ、フォーリスナーインセルフリスナーズ、リスナーアップデート、サブジェクトイコールサブジェクト、リソンライコールリスナー、リシナーブイコールリスナー。サブジェクトには2つのリスナーが登録されている。 サブジェクト、ノータファイリスナーズ、出力、リスナー A、ディシベドイベント、イベント1、リスナー B、ディシベドイベント、イベント1、ロックを避けるため、コピーワンライトレイセットを使用する、パブリックインターフェースリスナー、パブリックボイドアンバーント、インポートジャバ、ユーティル、コンカレント、コピーワンライトレイセット、パブリッククラスサブジェクト、 プライベートセット、リスナーリシナーセット、イコールニューコピーワンライトリーセット、リスナー。パブリックボイドアドリシナー、リシナーセット、アド。プライベートボイドノータファイリシナーズ、フォー、リスナー、アンバーンと、オブザーバーパターンは、各種ライブラリーやシステムに実装されている。特に、GUI ツールキットには必ず含まれる。ありがとうございます。